はい、ということで本日はですね、はい、1000円以内で本格ローストビーフを簡単に作っていこうと思いますよ。いや、できないでしょ。できます。マジでできちゃうんです。ローストビーフってそんな簡単に家でできんの？できるよ。本当に。俺はまだ信じてないけど。まあ、うならせるよ。オッケー。早速。はい。はい。こちらがね、今日買ってきた。うん。まあ、赤身のもも肉、500円です。500円？はい。ちょっと嘘つきました。500円なわけない。うん。800円です。ちょっと嘘ついちゃったけど。はい。まあ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 。800円で、ローストビーフ食えたらもう、えぐくない？確かに。しかもこれ多分4人前ぐらいあるから。で、このローストビーフで、うん。肉寿司作っちゃおうかなっていう話。肉寿司？うん。でも今日はちょっとワインでちょっと日頃のさ、うん、俺らの頑張りをさ讃えよ。そうしよう。だな。うん。まあ、寿司に関しては、うん、握れる人うちいるんで。はい、はい、いますね。いますね。寿司経験者。はい、いますね。一応。一応います、ね。一応。まあそういうことで。はい。早速ちょっと。やっていきましょうか。まず肉に、うん。一応塩と胡椒で下地つけていきます。塩はね、肉にはね、岩塩使ってください。絶対ね。うん。でも、どこかけてんねん、お前。いや、と思うじゃん。違うんですよ。そういうこと。伏線回収してったね、今。そう。はい、次、胡椒振りましょう。はい。じゃ次、ブラペ。ブラペ。ブラペです。ブラペチン。ブラックペッパーです。ブラペは？ブラペはひっくり返していく。そうなんだね。そう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 。ここは丁寧に。ここは丁寧に。ブラックペッパーって結構大事なの。うんうんうん。まあまあまあこんなもんで。結構赤身で、うん、脂身が少ないからがっつりね塩と胡椒の味はしていいのかなって思います。これでじゃあ、 まあ肉の下地ごしらえはほぼ終わりです。はい。で今回あの低温調理で作っていくんですけど。ニンニクをちょっとニンニクちょっとね。あ、そういうこと。ちょっとニンニクの香り欲しいやん。うん、これねなくてもいい正直。あ、そう。うん、別にソースとかにニンニクの味つけてもいいし、今回はちょっと本当赤身で脂身少ないからさ、ちょっと香りとかパンチが欲しいかなっていうのでニンニク。本当はねローズマリーとかさ香草っていうの入れてもいいんだけど、うん、ちょっと高いから。高いなら入れない。高いなら入れない。本当いかに安くいかにうまくだ。そういうこと。そうしないと無理よ。たまらん金が。無理。金ためのってむずいよ。何に使ってるって話。いやもうそんなんもうやばいって。皆さんご想像にお任せします。ニンニクはまあ潰します。でまあ潰してまあ半分ぐらいポンポンでですよ。今回このローストビーフ作るにあたってこちらのじゃんジップロック。こちらに入れて、真空にして、まあ、湯煎していきます。湯煎ってさ、結構温度めんどくさいのよ。めんどいね。うん。そこなんだよ。そこを解決しちゃいました、まさに。こちら使っていきます。停電。何それ？炊飯器の中の釜。まあ、炊飯器で今日作っていきます。おぉ。あの、保温機能あるじゃないですか。おぉ。ここに、まあ、肉って68度ぐらい。うん、で硬くなっていくのかな。だから今日は70度のお湯をここに張って、そこに真空にしたこのお肉を入れて、で、まあ、1時間半ぐらい湯煎して完成です。保温にしとくだけでいいんだ。そう、もうほっとくだけ。じゃあやっていきましょう。はい。じゃあこのジップロックにお肉入れます。でこのニンニクもね入れますよ。ポン。でそしたらこの中にオリーブオイル入れていきます。オリーブオイルはもう適量で肉が浸かるぐらい。真空にして肉が浸かるぐらい。そう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 。真空にするとさ、ピターってなるじゃないですか。大さじ4ぐらいかな。そしたらこのジップロックをね、真空にしていきますよ。真空にするときに使うのがこちらね。家に1本あるでしょ、ストロー。あるね。うん。これで空気穴を1個すくって、ここからバキュームしていきます。ここから中の空気を吸っていきますよ。肉吸うなよ。いや、間違えて吸っちまうかもしれない。でも一番吸いたくないのはオリーブオイル。間違えない。はい、それじゃあ、はい、ケトルでね、お湯沸かしてきました。70度ぐらい。ちゃんとやってきました。大丈夫。大丈夫。大体触ればわかる。あ、熱いんだよね。熱いよね。はい、大体70度ぐらいになったんで、この中にこちらをね、入れていきます。うん。したら、炊飯器の保温ピットやりましょうか。はい。
じゃあ1時間半後にまた会いましょう。はい、ということで、うん、結局ね、1時間にしました。はい。ちょっとね、想像以上に炊飯器の保温温度が高かったんで、うんうんうん、このままやるとカチカチのお肉になっちゃうかなと思ったんで、まあ、1時間で揚げました。これは家庭にある炊飯器、自分で相談しながらやればすぐ作れるようになると思う。で、これ肉ね、熱々のまま切っちゃうと、うん、まだ中で肉汁がこう、あわれてるんだよね。うん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 。だから、粗熱を取って、一回肉を落ち着かせます。なるほど。では、1時間後に移動。はい、ということで、粗熱取れました。長かったね。まあ、1時間ぐらい置いて、開封しましょうか。はい、ということで、完成しました。うわ、いいね。うん。ローストビーフって、まあ、低温調理した後ってさ、結構雑菌が繁殖しやすい温度の可能性があるわけ。だから、表面は軽く焼きます。強火で一気にサッサッサーっと。それで完成です。はい、やっていきますか。やっていきましょう。カットしていきましょう。はい、はい、じゃあね、切っていきますよ。で、肉切るときに注目してほしい点があります、うん、今この肉って筋がこういうこっちにこの横に入ってるじゃないですか、うん、これに対して垂直に切ります。はいはいはい、はい、そうすると噛んだときに食べやすい、柔らかくなる。そしてまず1投目、1投目です。いい感じですよ。いいね。握ってくぜ。いいえ。で、言うて、うん、うわ、すごい、いいね。ということで、不格好ではありますが、いやいやいや、家でこれ食える、すごい良いでしょう。はい、じゃあ、いただきます。いただきます。あ、これね、ローストビーフ作った時に、うん、ジップロックに入ってた汁あるじゃん。あれでちょっとソース作りました。うまそう。そうニンニクの香りと、オリーブオイルと、肉の、うん、肉汁があるから、もうなんか、適当に調味料入れればうまくなるのよ。うまみなのね、これがもう、あれが。そういうこと。と、赤ワイン。うん。この赤ワインに少し入れて、フライパンでバーってやれば、すぐできちゃうんで。最高に、贅沢じゃん。贅沢です、今日。1000円で。1000円でこれができちゃうってすごくない？これで、うん、これ、うん、飽きます。飽きません。いただきます。いただきます。わさびをクイッと。いくね。いくよ、これは。どこまでも醤油をつけて、いただきます。寿司は手なのよ。うわ、わさびすごいな。いや、なんかやっぱわさび醤油って落ち着くね。てか、お寿司ってやっぱずるいよね。うん、寿司特別感って肉と特別感あるじゃん。もう、いやー、ちょっと贅沢すぎやしませんか。言うてもね、肉800円だし。贅沢よ。贅沢ですか、800円。贅沢よ、800円は、うん、炊飯器で簡単にね、作れますんで、皆さんもよかったらぜひちょっと試してみてくださいよ。やってることはめちゃくちゃ簡単だからね。あ、フリーズ知ってるかと思ったら、フリーズ知ったのは俺だ。何してるの？俺今カメラがフリーズしてるから、こうやって動いて感じやつじゃん。こうやって。俺がフリーズ。いや、もうお酒飲んで、うん、お腹も膨れ、うん、寝てました。寝てた。はい。酒弱。じゃあ終わりましょうか。うん、じゃあまた次回のね動画でお会いしましょう。明日もよろしく。バイバイ。